はい、こんにちは、こんばんは、シアタケです。今回はですね、ミキサーのことについてね、話していこうかなと思います。ということですね、毎度恒例お知らせを見ていきましょう。タイム、ただいまの時刻がですね、3月27日金曜なんですけれども、これが来ましたと。なんかバーチャル開幕戦2020年視聴キャンペーンと、バーチャル開幕戦が始まりますというね、お知らせが見てきたんで、軽く詳細見ていこうかなと思います。プロ野球バーチャル開幕戦2020年パブリックパワープロ開催されると。これはですね、去年からありますし、なんか各球団2名のパワープロ野球選手から、野球選手じゃなくて、e スポーツのね、選手たちがパワープロで対決するあのカードかな。こちらのね、お知らせになるんですけど、プロスピにも恩恵がありまして、なんか動画ね、視聴するたびに最大30、1回で5エナジーもらえまして、最大で30エナジーもらえますと。まあ、ぜひともね、無課金初心者は必ずね、やってください。はい、ということで、ここからね、ミキさんの話にするため、選手画面、レッツゴー。選手画面の方に来まして、皆さんがね、疑問に思っておりますミキサーっていうものね、いつ来るのか、2017年過去3年間のデータから、見ていこうかなと思います。まずはですね、2017年いつ来たのか、まあ、調べますと5月8日にね、ミキサーが開催されました。ミキサーがですね、開催されたんですけど、それよりもね、重要なのがありまして、ミキサーが開催される前に追加される選手たち、開始された時の人数は9名でして、このね、ソフトバンクの例で言いますと武田投手プラス情報を加えますと、2017年、2018年、2019年にはあることがね、共通されていると。それはですね、ミキサー開始前に必ず絶対エース枠が追加されていること。まあ、今の振りがあったら信じるか信じないかはあなた次第ってね、言いたいぐらいなんですけども、必ずといってもね、ミキサー開始前にはエース枠が追加されてるんですよ。まあ、さっきも言いました通り、ソフトバンクの例で言いますと武田選手までと。2017年はですね、武田選手以前の選手を狙ってミキサーした人は多いのかなと。またですね、西武に戻るんですけれども、2017年の狙い目としては菊池さん、浅村さんを狙ってミキサーした方は多かったのかなと。2017年どんな選手が出ていて、どんな選手が当たり目だったのかね、10秒でまとめていきたいなと思います。まあ、楽天はですね、多分則本さん、岸選手あたりをね、狙ってミキサーした方多かったのかなと。2017年はですね、多分石川さん、涌井さん狙いやったと思います。2017の狙い目としては大谷さん、中田さんだったと。オリックスの場合は金子さん、西さん。2017年一番豪華だったのが巨人かな、まあ、菅野さんも坂本さんもおると。まあ、ベイスターズは25年シルエット筒香さんとロペスさん狙いだったのかなと。2017年阪神タイガースの選手図鑑見てるんですけど、このお方しか取っていなかったと。球団のですね、迅速な対応を願います。カープがね、結構狙い目だったのかなと。野村さん、鈴木さん、菊池さんね、この時ミート A 言ってるんです。中日は結構厳しかったかな、大野さん狙いだったと思う。2017年の紹介は終わりまして、2018年いつミキサーが来たのか、紹介していきたいなと思います。2018年はですね、5月11日にミキサーが開始されました。その時にですね、ミキサー開始された時点で追加されていた選手は、この千賀投手までと。2017年でも言った通り、ミキサー前にエース枠が追加されております。ちなみにですね、プラス情報なんですけど、2018年、2019年にミキサー開始と同時にバリュースカウトが来ていました。これはね、たまたまかもしれん。まあ、今年ですね、バリューが来たら意図してやってるんではないのかなと思います。2018年5月11日にミキサーが開始されて、その時狙うべき球団、狙うべき選手ね、軽く10秒でまとめていきたいなと思います。西武はですね、菊池さん、山川さん、中村さんを狙って、まあ、ミキサーした方多かったのではないのかなと。多分ね、2018年自チームミキサーをね、した球団が一番多かったのはソフトバンクじゃないのかなと。千賀さんいます、東山さんね、9位、請求同地、なおかつ内川さんね、この時ミート A 行ってるんです。で、岩崎選手も9位 A 行っている。上林選手、守備適性が B になっておりまして、森選手もね、請求 A に乗っておりまして、で、松田選手も狙い目だと。この時のソフトバンクめちゃめちゃ豪華やん。この時のね、楽天の狙い目としては、まあ、則本さん、岸さんをね、狙ってたのかなと。2018年ロッテの狙い目としては、まあ、涌井さんと石川さんかな。この時の日ハム枠は有原さん、中田さん。オリックスはですね、金子さん、吉田さん、 T 岡田さん、西さん。いや、ソフトバンクも良かったんやけども、2018年巨人も結構豪華やね。菅野投手おる、坂本さんおる、田口さんもね、めちゃめちゃ強いよ。制球77、スタメン77よ。で、パワー型いってるゲレーロさんもおる。まあ、シルエットになってますけれど、マシソン投手もおると。
なんといってもね、2018年この方がねめちゃめちゃ強かったね。野上選手球威77、81、72、球種もね、めちゃめちゃ多くて、中継ぎ先発できる、なおかつ変幻自在要因、ステータスねめちゃめちゃ強くて、さらに追い打ちをかけるように覚醒でね限界突破ができたんですよ。めちゃめちゃ良かったね野上選手。でシルエットになりましたけど、マギー選手もねミート A に乗っていると。巨人ソフトバンクもね良かったけど、ベイスターもこの年狙い目やったんやね。今永さん9位 A 行っています。シルエットにはなってますけども、筒香さんがいましたと。この時のね宮崎さんめちゃめちゃ強かったね。サード B 84、74、62、守備範囲がなんと75なんですよ。いやーこの時の宮崎さん戻ってきてください。ロペスさんもめちゃめちゃ強かった。79、82、ファーストの守備範囲も74、なおかつ守備積極、まあ、称号次第で同値できる。うわーこのロペスさんも戻ってきてほしい。まあ、この時の阪神はちょっと狙い目は少なかったかな。広島の狙い目としてはねピンポイントで当たったんですけど、まあ、野村選手がね制球 A に乗っておりまして、まあ、球種も結構いいんで広島枠として使ってましたね。あとは矢端選手、称号でね球威型乗ったんで、まあ、リーグオーダーとして使ってましたね。球種も多くて中継ぎ枠として使ってました。この時のですね中日は厳しかったかな。ビシオさんパワー型ミートも A 行ってなかったと。2018年のヤクルトもきつかったかな。まあ、狙い目としてはやっぱバレンティン選手だったと。2017-2018 年も紹介しますし、ラストですね2019年紹介していこうかなと思います。2019年はですね5月10日にミキサーが開始されまして、これもですねまたミキサー開始前にエース枠は追加されておりました。そしてですねこちらのねソフトバンクの例で見ますと、東浜さんまで追加されていましたと。2019年時の狙い目の選手、狙い目の球団で軽く見ていこうかなと思います。まあ、この時のセーブはですね、中村さん、森さんね、森さん、ミパ同時だったんで、まあ、この2人を狙ってミキサーした方多かったと思います。18年もソフトバンク良かったんですけど、19年もね、結構いいよね。まあ、エース枠として東山さんおるし、松田選手もおる。で、なんといってもね、サバテ投手めちゃめちゃ強いんよ。86、74、61。裏捨てがですね、こんな感じで、中継ぎもできます。限界突破で、得の存在感だと三振伸び。森さんのステータスを見てもらったら80、76、61、なおかつ球種もめちゃめちゃ多いということで、あとはですねエース級である千賀投手ももう出ていた。ソフトバンク狙い目の選手多いね。今年も結構ソフトバンクで回す人多いんじゃないのかなと。2019年はですね55ポジション追加2番目に、まあ、なんとセカンドが来てたということで、ヤクルトで言えば山田さんを狙った方多かったんじゃないのかなと。2019年はですねエース級の人がねもう5に追加されているということで、楽天も結構狙い目やったね。岸さん、松井さん、浅村さんで、このハーマンさんもね9位 A 行ってるということで、あとは則本さん、この時のロッテはですね石川さんと、なんといってもねこのお方ですね、ボルシンガー投手めちゃめちゃ強かったね。この球種の多さ、なおかつ9位型9位 A、 日本ハムファイターズは、まあ、上沢さん、宮西さんかな、この9位 A 行ってるんで、この2名だったのかなと。この時のオリックスは山岡さん、増井さんかな、増井さん9位型9位 A 行ってるんで、2年間のねデータ見てもらったと、巨人もミキサー前の選手豪華やね。菅野投手、で坂本選手、山口選手もね、あの称号で9位 A 行くし、9位スタミナのどっちもできますと。まあ、これシルエットになってるんですけど、マストン投手。この時のベイスターズも良かったね。東選手9位型9位 A 行ってる。結構ね、球種も多いんよ。宮崎選手の熱戦見てもらった通り、ミート A、で称号次第でパワーも A 行きますと。なんといっても侍の抑え、山崎康明投手。バサトさんもおりまして、今季からね、アーシストになったんですけれども、称号で A 行きます。パワー型 A。パットンフォーエバー9位型9位へ行ってますと。ベイスターズも良かったね、この年。2019年の阪神良かったな。ここら辺りでリアタイ結構流行ってきたんで、まあ、ドーリス選手も当たりで、糸井選手もね、ミート総力の同値、調合試合でオール同値もできますと。まあ、なんといっても2019年が加入しました、西投手。リアタイやってる人からしたらめちゃめちゃ欲しいね、能見さん。ツーシーム、左の通信持ち。この時のカープはですね、まあ、大瀬良さん9位制球同値なんで、まあ、狙い目の選手であったし、まあ、中崎さん9位へ行ってないんですけども、調合で9位へ行くと。で、中継ぎフランスは選手、9位型9位 A。あとはですね、やっぱなんといってもこのお方やね、鈴木誠也選手。この時期からですね、弾道パーフィーになりまして、80、81、72。この時のですね、中日の狙い目としては1人かな、平田さん。ミート型 A いってるということで。グラスはこんな感じで、今でね、特殊すれば A いきますと。この時の狙い目としては、まあ、小川選手を、で、抑えのね、石山選手。なんといってもですね、このお方やね、山田哲人選手。この選手を狙ってね、ミキサーした方はもうめちゃめちゃ多いと思う。はい、ということで、3年間のミキサー開始時の、まあ、データを紹介しまして、3年間のね、データだけなんですけれども、ミキサー前には必ずエース枠が追加されていると。2018年、2019年、ミキサー開始と同時にバリューが追加されている。2020年もバリューが追加されれば、好意的にやっていると。
まあ、全てのことをまとめまして2020年のね予想をしますと、2020年は5月11日月曜にミキサーが開始されると予想をしております。これはねあくまでも個人の見解なんで、まあ、3年連続ともねその前にエースが追加されてるんで、2020年もエースが追加される。プラス情報を加えますと、今年のカレンダーを見ますと5月2日から6日がね連休になっておりまして、その後木金あり土日休みからのミキサー開始と、ということでですね、ミキサーの情報でした。ぜひともねこの動画が良ければチャンネル登録高評価、通知オンねしてもらえれば幸いでございます。以上